スゲーミング。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ブレイブハーツゲーミングのダイです。はい、ということで早速やっていきましょう。ウイニングイレブンアップデート前情報。はい、ということで早速やっていくんですけども、まあ動画が始まる前にですね、皆様にご注意しておきたいことがございます。こちらの動画はですね、毎回言ってますが、初心者の方もベテランの方も、そして他の YouTuber さんたちがですね、先に情報を出しているかもしれませんが、まあそういった中でもですね、皆様と楽しく情報を共有しようと思ってこちら動画を作っております。あくまでもですね、公式の情報などで活用しておりますので、リークなどはないのでこちらの方は、ご注意くださいということでやっていきましょう。まあね、とりあえず今週もですね、いろいろ、情報がございますので、まあ、早速ね、お品書きの方から参りたいと思います。はい、ということで早速一つ目の情報なんですけども、こちらログインキャンペーンでですね、いつもeeFootballをですね、楽しんでいる方々に対してですね、こちらコナミさんが用意してくれましたログインキャンペーンでございます。期間中にですね、ログインするとですね、毎日スペシャルトレーナーの星3をですね、かける5体、もらえるということで、合計で35体もらえるということでですね、まあ、最近ね、トレーナーの方をですね、結構配布されることが多くて、まあ、全然ね、トレーナー足りないっていう方もですね、いると思いますので、そういった方がね、すごい嬉しいんじゃないかなと思います。でね、まあ、中にはやっぱり、トレーナーばっかりいらねえよっていう方もいると思うんですが、トレーナーはですね、プレゼントボックスに残したまんまですと、まあ、来作だと、そのままトレーナーに帰ってきますので、やっぱ来作最初の時期って結構トレーナー枯渇しますので、あっては損がないというアイテムになりますので、ぜひですね、皆さん、残しておくように、されるといいと思います。はい、続きまして、こちら、アミノバイタルさんのですね、こちら、コナミさんとのコラボでですね、記念キャンペーンということで、アミノバイタルさんとのですね、キャンペーンで、いろいろプレゼントが用意されております。応募期間の方がですね、6月21日の7月5日までということで、まあ、詳細の方ですね、ページを開いてしまいますので、ちょっといろいろ、紹介していいものかわかりませんので、ここで開きませんが、プレゼント内容でですね、いろいろシャツだったりとか、そういったものが、こちらアミノバイタルさんのですね、そのものの、ちゃんと商品もですね、プレゼントされるということで、e フットボールポイントもですね、最初200ポイント、参加された方に絶対配られます。プラス、そしてツイッターの方でですね、キャンペーンの方で、当たった方が抽選の方でですね、1000ポイントもらえるということで、まあ、やっぱね、インフットボールポイント貯めればですね、アイコニックと交換できたりとか、ユニフォームも交換できたりとか、そしてですね、まあ、スキル追加だったりとか、ポジション適正のアイテムとも交換できますので、ぜひですね、こういったね、インフットボールポイントをですね、貯めておいて、損はないので、皆さんぜひですね、こちらの、キャンペーンの方もチェックしておきましょう。はい、ということで、そして3つ目の情報になりますね。こちら6月24日、アプリ更新のバージョン 5.50 に関するご案内ということで、まあ、いつものですね、アップデートがまた違って何かが、来るんじゃないかと言われております。まあ、こちらの方はですね、まあ、憶測ではございますが、まあ、まあね、公式の情報からではないので、皆さんこちらの半信半疑で、聞いていただければと思います。こちらの方はですね、まあ、一応中型アップデートも終わってますので、小規模アップデートの方なのかなっていう感じしますが、まあ、何が追加されるかですよね。まあ、ユニフォームの更新だったりとか、選手のね、顔の更新だったりとか、能力の更新だったりとかですね、そういったものもございますので、まあ、またはですね、監督の顔写真とか追加されたりとか、そういったものもございますので、まあ、どういったものが来るのかなと思います。まあ、こういうのでね、新しく選手を追加されるということもございますので、新しいアイコニック、また期待できるんじゃないかと思います。まあね、このアイコニックの話をしたということはですね、もう続きましてアイコニックの話になりますので、そのままアイコニックの情報に参りましょう。はい、ということでね、早速アイコニックのね、まあ話になるんですけども、まあ毎回毎回ね、アイコニック予想してるんですが、まあね、前回もね、しっかりと、前回もしっかりとというか毎回当たってるような言い方なんですけど、前回もですね、当たりましたので、まあ嬉しいですよね。こちらの方に目の前に見えてるバイエルン・ミュンヘンということで、まさかね、当たるとは思いませんでした。まあでも、登場回数的に言ってもね、バイエルミュンヘンはね、まあ来ないところなのかなと、来るところなのかなと思ってましたので、まあね、しっかり予想が当たったのかなと思います。で、今回の予想なんですけど、前回ですね、他にもレアル・マドリーとか、ローマが来るんじゃないかということで、考えてたんですけど、確かにローマはね、最近来てたような気がするんですよね。コメントに書き換えてあって、確かにローマ来てたかなと思って、自分の記憶違いだったのかわかんないんですけど、ただ、レアル・マドリードの可能性はあるかなと思っております。なので、今回私のですね、本命の、予想はですね、レアル・マドリードなんですが、ここで一つ先ほど言った中型アップデートだったりとか、小規模アップデートの内容が、
来るかもしれませんので、そういった場合にもしかしたら新アイコニックが追加されて、新アイコニックがバンといきなり来る可能性もございますので、ぜひそこら辺もですね、加味して、皆さん予想をですね、してみてくださいということで。まあね、これで新アイコニックが来た時はですね、皆さんぜひですね、もうコインを使いまくって当てましょう。はい、もう私もですね、新アイコニック来た時はもう震えながらガチャを引きたいと思いますので、まあね、まだまだコインがたくさんありますので、そういった中で頑張って当てていきたいなと思っております。はい。まあね、本命は一応レアルマドリードなので、ぜひ皆さん、もし当たった場合はですね、こちらの方に戻ってきてもらって、チャンネル登録と、チャンネルの高評価をよろしくお願いいたします。ということで、まあね、終わりの挨拶にさせていただくんですけども、まあ皆さんいかがだったでしょうかね。まあいろいろね、やっぱね、キャンペーンね、毎週いろいろ考えたらやってますよね、コナミさん。本当、まあいろいろね、飽きないような週が続いてるなと思います。前回のですね、アイコニックも当たりましたので、ぜひね、前回の動画見ててくれた方はですね、よろしければチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。はい。まあ、ですもね、またね、同じことを2回言うかもしれませんが、最後になりますがね、私のですね、こちらの動画のですね、高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして私のですね、Twitter の個人アカウントとですね、そして、ブレイブハーツゲーミングの公式アカウントがございますので、そちらの方、どちらともフォローをよろしくお願いいたします。ということで、まあね、今週もここまでとなりますがですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、またねー。チャンネル登録、高評価、よろしく。